はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、買ってまいりました。ハイリキのプレーンです。これね、ケース買いしたんですが、これ1リットルでけえ。このでかさよ、このでかさ。ほら、このでかさですよ。これね、思った以上にでかい。1リットルで、これ6本入りで1ケースだったんですけど、6本入りの1ケースで、Amazon で買ったんですが、2800円ぐらいでしたね。まあだから1本あたり、まあ500円以下で買えると。アルコール度数が 7% で、こちら製造者が、ね、俺の大好きなニッカウイスキー。で、販売者がアサヒビールとなってます。ハイリキプレーン。ハイリキは1983年に発売された日本初のチューハイブランドです。あ、日本初なんだ。となってます。はい。うん。アルコール度数 7%。ね、こちらね、飲みたかったんですよ。うん。で、今日のつまみは、はい。ピザ。スーパーで買ってきた安いやつ。これね、飲みたかったんですよね。それじゃあ、飲んでいきましょう。マジでけえわ、これ。思った以上にでかい。じゃあ乾杯。ああ。あ、ほとんど甘くないですね。ほんのり、なんかほんのり甘い。あー、なるほどね。あー、これでもほとんど味しないわ。わずかになんかレモンっぽいような雰囲気なんだけど。うん。ほとんどね、焼酎ハイボールのドライ。よか、ちょっとだけ甘いかな。ほとんど多分砂糖入ってない。原材料がアルコールと焼酎と糖類と酸味料ってなってるんで。まあ一応、入ってはいるのか。ああ、ほとんどあれだわ。ほんとの焼酎の炭酸割りに若干砂糖、シロップ加えたような。感じかな。でもこれはこれで美味しい。もうちょっと個人的に言わせてもらえば、まあ、もうちょっと甘い方が良かったけど、まあいいか。うん、これはほとんど甘くないんで、なんていうか、結構ドライです。こちらのレモンが、糖類が、糖質か。糖質がね、サイトに書いてあるんですが、2.4g。100ml あたり 2.4g なんですが、こちらのプレーンは 0.7 から 1.4g なんで、3分の1ぐらい。まあ、甘さが多分、それの、ハイリキの、レモンの3分の1ぐらいになってるみたいですね。うん。ああ、これはあれだわ。これだけ飲んでると、味気ないですね。うん。これだけ飲んでると非常に味気ないんで、あれ。まあ、なんかつまみを食うか、もしくはこれはなんかレモンとかのあれを、果汁のやつを垂らして、ね、やると、
美味しいんじゃないかな。うん。まあ、某、ね。某有名な、その酒屋でも、ね、こちらをね、こちらを1本950円で出して、このまま、丸のままで。で、あとプラス100円で、ライム一切れと、ミントが少々、ミントの葉っぱがね、出されると。クリアですっきりした味わいのプレーンタイプのチューハイです。レモンやグレープフルーツなど絞ってお召し上がりいただくこともおすすめですって書いてあるね。ああ、でも、思った以上に別に、そこまで美味しいっていう、言うほど美味しくもないな。ぶっちゃけた話。これだったらあれだな。やっぱり、まあ、とりあえずライムとか、買ってきて絞って、飲んだりして、もしくはこれ、焼酎ハイボールドライの方が美味しいかな。うん。なんか微妙なんだよな。なんかね、焼酎ハイボールのドライにはね、ちゃんと焼酎の味が結構するんですけど、あれは、これはあんまりなんか、焼酎の、味があんまりないね。だいたい原材料にアルコールって書いてあるから、焼酎よかアルコールの、あれが多いんだから。だから全部が全部焼酎使ってるわけじゃない。ということは、うん。やっぱちょっと、ね。やっぱり焼酎を使った方が絶対、もっと使ってもらった方が美味しいと。思いますね。まあ、とりあえず、これだけ飲んでると結構、焼酎ハイボールドライだったら、そのまま飲んでも結構焼酎の味がするんで、美味しいんですけど、飽きないんですけど、これだけだとね、これはね、あんまりね、なんか、ものすごいなんか、味気ない。いわゆる、チューハイのプレーンなんだけど、なんか、味気ないプレーンって感じ。本当に。なんか、うまさっていうのがあんまり、感じない。ちょっとこれあれだな。レモンの果汁取ってこよう。絞り入れる。
りあえずポッカレモン。ポッカレモンをね、加えてみましょう。で、いやーでもでかいなやっぱ。これすげえでかいよ本当に。ほら。俺の手でも、わかるこれ。でかっ。めっちゃでかい。うん。あ、美味しくなった。美味しくなったね。なんかあんまりこれ、わざわざプレーンを買う必要ないんじゃないかって。ほんとに。わざわざプレーン買って、買っておいて、レモン、プラスしてんだから。あんまり意味ない。まあいいか。うん。まあでも、焼酎ハイボールに比べると、癖はないかもね。焼酎ハイボールは焼酎の癖がちょっとあるかもね。うん。ちょっとそれが。ああ。美味しい。まあ、うん、まあこんなもんでいいだろう。今日が11日。まあ俺個人的にこれは今度からは買いません。これ買うんだったら 100% 、あれ買った方がいい。焼酎ハイボールのドライ買った方が 100% いいですね。 100% いい。おすすめ度はちょっとまあ微妙。まずでもそれなりに美味しいからな。美味しいっていうか、いわゆるドライ系のチューハイの中だと美味しい部類ですからね。このご時世、今のご時世、甘くないチューハイっていうのはなかなかないんですか。そういう意味だとレアで、まあ割と美味しいという。ことを考えると、1214でご視聴ありがとうございました。